上陸、周囲に敵へなし。気持ちよかったわね。私たちのあまりの速さに海鳥さんもびっくりしてたわ。本当最高でした。吉野さん、また同じような装置を作ってくださいよ。今度はセントイリスの湖で試してみたいです。お客さん困りますよ。そんなにがっつかれると吉野の尻尾が持ちません。クイーンズへ行ったら大はしゃぎね。今日はなんだかいつもより子供っぽく見えるわ。すみません、幻夢が発生したというのに騒いでしまって。少しくらいならいいんじゃない。その分プトラが一層警戒しているみたいだから。くん、どう、何か異変はあった？遠くには何にもない。霧も怪しい船もない。波の様子も至って普通だね。問題があるとしたらやっぱりこの島だと思う。さすがはフレイマリン一の灯台森。海の観測でクアンに勝てる人はいないだろうね。くわー、勝ち負けとかどうでもいいよ。クアンは高いところからただ遠くを見るのが好きなだけ。勝ち負けにこだわるのはバトゥーだよね。勝ち負けにはこだわる方だけど、何でもかんでも勝ちたいってわけじゃない。僕がこだわるのは戦闘だけさ。バトゥー、中の方はどうだった？洞窟の方を見てきた。確かに霧がかかってるね。発生源が何なのかはわからないけど、あの洞窟はそこまで深くないはずだ。もし幻夢の発生源があるなら、ここからでも感じ取れる。一応島の反対側にも洞窟はあるよ。そっちも見てみようか。ならどこで行った方がいい？向こう側は船での上陸に向いてないよ。船を止める場所もないと思う。賛成、徒歩で行きましょう。ヤクーツク、大丈夫？途中で海に落っこちてロープで引っ張られてきたようだけど。大丈夫じゃないわよ。バトゥ、あんた船尾でぼーっと見てたでしょ。槍を使えば助けられたんじゃないの？うん、助けられたよ。でも助けない方がいいと思って。なんでよ！ヤクーツクがこのぐらいなんてことないわって言ってたから。そういう勝負をしている時に水を差すのは良くないと思って。いや、別に勝負をしてたわけじゃないんだけど。え？自分との戦いでしょ？え？え？ごめんね、ヤクタン。バトゥは勝負事が好きなんだよ。自分にも他人にも厳しいっていうか、趣味が筋トレとか訓練みたいなところがあって。僕の趣味は美術品鑑賞だよ。そうだっけ。とにかくバトに悪気はないから、助けてって言えばちゃんと助けてくれるから安心して。そうそう、バトはとっても強い。だからクアンじゃなくてバトゥを頼ってね。そういえばバトゥってスカンダ傭兵団の一員なのよね。国境越えのスペシャリスト。魔物でも人間でも容赦なく襲うっていう。あの、襲うだなんてとんでもない。盗賊じゃないんだから。酒場で喧嘩があれば必ずと言っていいほどスカンダ傭兵団の人がいる。バトル大好き、お酒大好き、それがスカンダ傭兵団。バトゥはその中でもとびきり喧嘩早い。可愛いから旅人によく絡まる。
まれちゃうんだよね。でも売られた喧嘩は絶対買うから揉める揉める。さすがは棟梁の孫娘だね。棟梁の孫娘、通りで立ち姿がプロっぽいわけね。バズーさんはスカンダ傭兵団の次期棟梁候補、クアンさんはあのヒンチリさんに喧嘩を売った勇者。今回の助っ人はとっても頼もしいですね。ヒンチリ教官に喧嘩を売った？そんな野蛮なことはしてないよ。ただ校舎の上に登って遊んでたら降りてこいって怒られたから、お猿さんのふりをして逃げただけ。なんて恐ろしいこと。あんたが一番の悪じゃないの。悪より猿の方が好きだよ。グレイマリン出身の方はおおらかで自由奔放で変わった人が多いですからね。いい意味でも悪い意味でもマイペースです。何にも縛られず自由に生きる、それが海の女。まあ実際クオンは東大に縛られてたんだけどね。なんだかプトラが普通に見えてきたわ。あの子やっぱりフレイマリンの中じゃまともな方なのね。クイーンズウェイ、どうしたの？いえ、気のせいならいいんですけど、洞窟の方から人の声がしませんか？人の声？ヨシノには風の音にしか聞こえない。そうですか。きっと洞窟の中で音が響き合ってるんじゃないかな。海の音と風の音が混ざって人の声みたいに聞こえるの。さっきお船の上でバトゥーが言ってたよ。バトゥーのお家もこういう音がするんだって。私の気のせいでしたね。風の音が人の声に聞こえるなんてなんだか不気味です。車掌さん、もしかして車掌も人の声が聞こえたの？私も男の人の声が聞こえます。なんて言ってるかはわからないんですけど、とても苦しそうな声でこちらに呼びかけてくるんです。うめき声って言うほどじゃないですけど、それに近いかも。何何？どうしたの？クイーンズウェイと車掌がこの洞窟から変な声がするっていうの。車掌はここに来てからずっと同じ声が聞こえるんだって。プトラはどう？何か聞こえる？いや、何も聞こえないけど。言葉の内容までは聞き取れないんですけど、痛みに耐えながら必死に訴えかけてきているようです。もしかしたら洞窟の中に遭難者がいるのかもしれませんよ。こういう時のバトゥーだね。洞窟のことならバトゥーにお任せ。スカンダ洞窟は丘の洞窟だ。海の洞窟とは違う。うん、そう言わずに、ほら、耳を澄ませて。やっぱり、何も聞こえない。私も、風の音しか聞こえないわね。私にも聞こえないわ。森の洞窟だと風の音を女の人の歌声と間違えることはあるけど、男の人の苦しそうな声って言われると全く。あれ、皆さん聞こえないんですか？私には結構はっきり聞こえたんですけど。
パディントンも？聞こえたってどういう声？クイーンズウェイさんと車掌殿がおっしゃる通り、苦しそうな男性の声が聞こえます。確かにこれは何て言っているかまでは分かりませんね。3人とも全く同じ声を聞いているってわけね。車掌さんとクイーンズウェイ、パディントンにしか聞こえない声か。3人には共通点がある。何？共通点って。全員セントイリスの人、生まれも育ちもセントイリスの都会っ子。確かに。すごいわ、ヨシノ、よく気づいたわね。お礼に尻尾をなでなでしてくれたら嬉しい。でもここはフレイマリンよ。プトラたちにしか聞こえないっていうならともかく、どうしてセントイリス出身の人にだけ聞こえるのかしら。信託を受けたっていうわけじゃなさそうね。そもそもクイーンズウェイは巫女じゃないし。でもこれではっきりしたね。この島には何かいる。そして僕たちはそいつを倒して霧を晴らす。全然はっきりしてないよ。まだ戦うかどうかはわからないでしょ。どうして？この島は玄武に包まれている。発生源を叩いて霧を晴らすのが僕たちの仕事だろう。そこはバトゥの言う通りだよ。でも車掌さんたちに何か伝えようとしている人が必ずしも倒すべき相手だとは限らない。本当に助けを求めている人がいるかもしれない。体があってもなくても、二人とも海の女ならわかるでしょ。クアンはわかるよ。僕だってそのぐらいわかるさ。ちゃんと調査をして原因がわかったらっていう話だよ。バトゥがいれば何も心配ないと思ってる。でも海に慣れてない人たちが多いから、いつもよりもうちょっと慎重に頼むよ。了解。安心して。基本的にプトラの指示に従うから。でも来たからにはちゃんと仕事を完遂したいな。このままここでじっとしてても問題は解決しないよ。先行して調査を進めてよ。この島に一番詳しいのはプトラなんだから。そこなんだよね。実はこの洞窟そんなに深くないんだよ。すぐそこで行き止まり、今見えてるところまでしか進めないんだ。どこかに隠しトンネルでもない限りね。なら隠しトンネルを探してみましょう。ビビオン、だって何もないところにゲームは発生しないでしょ。それにもしかしたら助けを求めている人がいるかもしれない。やれるだけのことはやってみないと。よし、みんなで手分けして洞窟を調べてみよう。風の通り道がある場合は音が聞こえるから、おしゃべりしないで静かにやろうね。ああああ、空と戦う術を身につけよ。敵は雲の中から我らのすべてを見下ろしている。あれ、私今何か言いました？